ジュリウス・ニエレレ、ジュリウス・カンバラゲ・ニエレレは、タンガニーカ及び、タンザニアの政治家であり、同国の初代大統領。タンガニーカの少数民族、ザナキ族の主張の家系に生まれる。ゲンウガンダのマケレレ大学卒業、エディンバラ大学修士取得。スワヒリ語で、ババワトファ、国家の父と呼ばれている。カトリック教徒。ビクトリア・コガンにて生まれ。 国内での中東教育を経て、ウガンダのマケレレ大学卒業の後、教師として務め、1949年から1952年に、イギリスのエディンバラ大学大学院に留学し、歴史学と経済学を学んだ。帰国後再び教職に戻ったが、同時に政治活動を開始。 1954年には、タンガニーカアフリカ民族同盟の創設者の一人となり、党首に就任する。ニエレレは、社会的平等、民族間の平和維持、タンガニーカの独立を掲げ政治活動を行い、その支持は全土へと急速に広まった。1960年の選挙でタヌが圧勝すると、ニエレレは、植民地政府首相となり、事実上政権を担う。 1961年にタンガニーカの独立が承認され、ニエレレは初代首相となったが、翌1962年初めに辞任。独立により組織拡大などに追われていたタヌの立て直しなど、トームに専念した。1962年にタンガニーカに大統領制が敷かれると、ニエレレは初代大統領に選出された。東、 アフリカをに統合する構想を掲げ、1963年12月に独立を達成したザンジバル王国が、翌1964年1月のザンバル革命によって崩壊し、新たに成立したザンジバル人民共和国のアウェイド、カルメ大統領がザンジバルとタンガニーカの連邦制を申し出ると、ニエレレはこれを受けて4月にタンガニーカとザンバルの連合国家の大統領となった。 タンザニア連合共和国結成後のニエレレは、反アフリカ主義とアフリカ社会主義の精神に基づいて、白人国家、ローデシアやアパルトヘイト体制の南アフリカ共和国と対決するボツワナ、ザンビアと FLS を結成して、タンザニアの大統領を退くまで議長を務め、ローデシアや南アフリカ共和国からの経済的な自立を目指して、南部アフリカ開発共同体、 サドックの前身であるサドックを設立させ、アフリカ諸国の反政府ゲリラ組織に支持を与え、セイシェルの軍事クーデターにも関与した。ニエルレチカの1960年代から1970年代にかけては1967年2月に発令されたアルーシ宣言に基づき、タンザニアの社会主義化を進め、ザンビアのケネスカウンダ大統領と共に、 タンザン鉄道の建設や軍事顧問の受け入れなどを通じて中華人民共和国との結びつきを強め、タンザニアスーツと呼ばれる中国の人民服に似た服装を愛用した。同年6月には東アフリカ諸国と協力条約を締結し、タンザニアのアリューシャに東アフリカ共同体 e ークの本部と事務局が設置された。ニエレレは初等教育や成人教育を通じての 公用語としてのスワヒリ語教育の拡充も進めた。一方、経済の自立化を図って農業の集団化を導入した。しかし、この計画は干ばつによる食料生産校の激減、強制的なウジャマアムライの集団化、輸出作物生産の軽視、及び1970年代の石油危機による原油価格高騰で挫折する。1977年には、 中国の支援で建設されたニテタヌとトザンジバルのアフロ、シラジ島、アスプを統合して、タンザニア革命党を設立した。1978年には亡命したミルトン・オボテを、かくまっていたことから対立していた、リンゴク・ガンダのイディアミン大統領がタンザニアに、侵攻するも、逆にニエレレは、猛反撃して1979年に、タンザニア軍がガンダの首都カンパラにまで進撃し、 タンザニアイコール、ウガンダ戦争、アミン体制を打倒した。1980年代に入ると、電気や水道などのインフラストラクチャーの崩壊に加え、トイレットペーパーや塩などの日用品さえも不足する事態に至った。このため、ニエレレは、経済運営失敗の責任を取り、1985年の大統領選出場を辞退。 ザンジバル出身のアリハッサン・ムウェニを公認として、大統領職を辞した。大統領辞任後も、1990年までは、タンザニア革命党と奥日の座にあり、一定の政治力を保持した。また、1963年のアフリカ統一機構、OAU、現アフリカ連合設立の立役者の一人として、アフリカ諸国の内戦、独裁政治の終結に、 重要な役割を果たした。1999年に死去した。彼の政策は一般にウジャマー村構想として知られる社会主義政策であり、アフリカ民族社会独自の社会主義的農業、経営方法であるウジャマーを重視し、銀行や企業の国営化などの統制経済により、社会の平等化を図る彼の理想主義の現れであった。その政策は失敗したものの、 他のアフリカの政治家にありがちだった権力にしがみつく、独裁者にならず、失政の責任を取って実した彼のアフリカの平和、平等、安定を思う真剣な姿から、彼をアフリカの父の一人として尊敬する動きも少なくない。ニエレレには、ムワリムという愛称があるが、これは、スワヒリ語で、先生を意味するものである。また、ニエレレは金銭に精錬な人物であった。 ニエレレのウジャマー思想を紹介した論文に、井上順孝、JK、ニエレレ、ウジャマーの思考するもの、柳川圭一編、講座宗教学後、生徒族の彼方、東京大学出版会、1978年がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。